こんにちはジャズギタリストの宇田ですえ今日はコード理論、コードの仕組みについて話をしようと思いますで。今までの動画で4種類のコードが弾けるようになったと思います。もしくは今現在練習中かと思いますけどあの、せっかく自分が弾いていることをこの指の運動だけで覚えるんじゃなくて、まあ、どういうことをしているのかっていう理論的にも理解ができると、この先の応用に使えたりとか、あとはまた別の新しいことを覚えるときに、 その点と点がつながるようにより深く素早く理解できるようになるのであの音楽理論にちょっと苦手意識を持っている人もぜひこの動画を最後までご覧いただけたらなと思います。はいこちらが今までやってきたコード4種類メジャー7ドミナント7マイナー7マイナー7フラット5の6弦ルートと5弦ルートの計8種類の押さえ方一覧です。でもうすでにお気づきの方も多いと思うんですけど 実はこのコードの4種類っていうのはある音が1つ半音下に下がったり半音上に上がったり変化するだけでコードの種類が変わります。例えばこのメジャー7のメジャー7度の音が半音下に下がってマイナー7度に変わるとドミナント7なのでこの2つのコードって音が1個変わってるだけですよねでさらにこのメジャー3が半音下の マイナー3度に変わればマイナー7で5度がフラット5半音下に下がるとマイナー7フラット5というようにこの3とか5とか7っていう音の組み合わせによってコードの種類が決まりますでこのメジャー3とかマイナー3とか5とか7とかこの数字の意味がわからないですよねこれは音程というものを理解するとわかるようになります 音程というのは楽天とか音楽理論の勉強をするともう初めの方に出てくることなんですけどこの音程についてこれから詳しく説明をしていきますはい、では音程について解説をしていくんですけどまずはあの前提としてこちらですね前にも書きましたけど日本でよく言うドレミファソラシっていうのは英語名表記で CDEFGAB ですなので、例えば F って言われたらすぐに、 日本語のファとかディーがレとか、か、がこれがリンクしてすぐに頭に思い浮かべるようにしてください。であとこちら、えっと、メジャーっていうのの表記の仕方で大文字の M もしくは三角日本語で言う長日本語の長っていうのはメジャーっていう意味です。でマイナーが小文字の M マイナス単日本語で言うとマイナーっていうのは単です。 はい、これもあの知っておくと便利なので是非覚えてください。で音程っていうのは英語でインターバルって言うんですけどこれはですねある音からある音への高低差のことを言いますある音からある音への距離ですね例えば、えー、とここに今鍵盤のイラストがあるんですけどこの C の音から見た G の音。 この C から G の距離これを音程っていいます。C から見た E の距離でこの距離を音楽の世界では数字で表します。で、えー、とこちら CDFGAB ドレミファソラシこれを例えばあの C をあである音からある音の距離ということは基準となる音が1つありますよね。 そのの基準になる音のことをルートって言います。これで言うと C がルートの時の G の音程 C ルートの時の E の音程距離これを数字で表すんですけどじゃあこちらドレミファソラシで C がルートでルートは1ですね数字の1これがルートですでドから見たレっていうのは23 こうやってあの数字を1234567っていう風にこの C の音がルートの時に順番に1234で数字が割り振れるんですけどじゃあ次例えばこの E の音をルートにした場合ここが1になりますよね。こっから12345でまたあの距離 E から見た 2E から見た3。 っていう,ふうに数字で割れるんですけどここで重要なのが例えばの C から見た E これって3番ですよね C が1の時ルートの時に E のとは3ですで E が1の時の3っていうのは G ですただこの同じ3だけど C から見た3と E から見た3って距離違うの分かります ?C から見た E と E から見た G これは鍵盤図で考えるとわかりやすいんですけどここ C から見た E っていうのはえっとこれこれ黒鍵ですね鍵盤の黒鍵。で鍵盤はこれで半音これで半音これ半音これ半音半音が2つで全音っていうやつですちょっと書きますねこれが全音これ全音だけど E から見た3番目の G っていうのはここ黒剣挟まってないですよね。E と F っていうのは半音の関係です。で半音半音半音。これは半音が1つと全音。なので C から見た C から見た E よりも E から見た G の方が距離が小さいです。 距離が狭い。なので同じ3だけどそれを区別するために3っていうのを2種類に分けますこれがあのメジャー3とマイナー3ってやつですね C から見た E はメジャー 3E から見た G はマイナー3っていう感じですはいでは今の3和3でもメジャー3とマイナー3の2種類あるっていう話も含めて えっと、C をルートにした時の音程を音程の名前をバーッと書いていきますでこれは暗記ものなのでひたすら覚えてくださいでこの C がルートになった時の C は1ですでこの半音上半音上の音程はマイナー2度日本語でいう単2度ってやつです 単二度の距離離れてるっていう意味ですね。で次、ここ、隣の D、まあ隣っていうか半音と半音なので、隣の隣、全音開くとここはメジャー度ちょっとこれ、書き方は難しいな。で次、えー、っと、ここ。 これは考え方としては全音1つと半音1つ全1半1のこの部分の名前はマイナー3度の距離です。なので C から見た E フラットはマイナー3度 D フラットはマイナー2度 D はメジャー2度次 E の音はメジャー3度です。で次 F。 ここの音の名前はですね、音程の名前はパーフェクト4って言います。なんかいきなりパーフェクトっていう言葉が出てきて戸惑うと思うんですけど、ちょっとあの今はあんまり深く考えずに暗記してください。C から見た F の距離のことをパーフェクト4度って言います。日本語で言うと完全4度って言います。この覚え方は、まあ、自分はこの前、前、半、 ってていう,ふうに覚えてますね。全音が2つと半音1つでパーフェクト4度で次は一旦この音を飛ばしてここの音をやりたいんですけどこれは G の音ですね C から見た G の音の距離これがどれだけ離れてるかを数字で表すとパーフェクト5度離れてるパーフェクト5度の音程関係にありますこれはさっきと4と一緒で完全5度 っていうやつです。で、問題なのはこの真ん中の4と5の真ん中のこの音なんですけど F シャープもしくは G フラットこれはですねシャープ4もしくはフラット5あちょっと場所が悪かった。って言いますシャープ4もしくはフラット5。 はい、大事なことを言い忘れていたんですがシャープ4とかフラット5というのは記号としての書き方であって音程の正しい名前はオーギュメント4オーギュメントフォース、ディミニッシュ5ディミニッシュ5という名前が正しい音程の名前です。でこのオーギュメントというのが日本語で言うゾディミニッシュが日本語で言う弦です。 このシャープとフラットっていうのはあくまで音を半音上げる半音下げるという記号ですの音程で日本語で言うとシャープ4っていうのは増四4度って言います日本語で増四4度でフラット5っていうのは減5度って言います日本語でなんか聞いたことあるかもしれないですね はい、もうこれあの名前がなんかいちいち言い方が違うみたいなこともややこしい要因の一つなんですけどもうこのまま覚えるしかないのでちょっと頑張って覚えてくださいで次ここの音、まあ、ここの音先にやってもいいですねこの音は A の音 C から見た A の音はメジャー6度なのでこの1個下はマイナー6度 またマイナーとメジャーの2種類に分かれましたねで B と b トこれも一緒ですマイナー7とメジャー7で1オクターブ上の C はこれは完全8度パーフェクト8パーフェクト8っていうんですけどまああの1オクターブ上ですよね1の1オクターブ上という感じですはいこれが音程の種類のすべてです あの鍵盤見るとわかりやすいですけど音って1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2個までしかないのでこの12個の音をこの1とかマイナー2とかメジャー2とかっていうふうに割り振ってます。なんかここでいやなんか2を2つに分けるんじゃなくて初めから123ってこの半音ずつ番号振ってくれよみたいな。 思う人もいると思うんですけど、自分も昔思ったことあるんですけど、まあ、この先あの、音楽や楽器を演奏していくと。やっぱり、このマイナーさんとメジャーさんみたいに、三を二種類に分けた方が、全然あの便利ってことに気づくので、もうちょっとややこしいですけど、ひたすら覚えてください。であと、このマイナーとメジャーに分ける、日本語で言うと、長と短に分けるのは、二と、二と、三と。 6と7で完全パーフェクトなんとかっていうふうに言う言い方をするのが4と5とまあ8と1もそうですね1も一応パーフェクト1みたいなふうに言われます1と4と5と8これは完全形まあパーフェクトなんとか形で2と3と6と7はマイナーとメジャーに分ける長短に分ける 音程です。で,なんでこんな名前の振り分けをしてるのかっていうとあの純正率とかあと倍音の関係でこういう由来になってるんですけどそれはあの興味ある人は調べてみてみくださいでこの音程の名前についてはもうこういうものなので昔の誰かがこうやって決めちゃってるのでもうこれで覚えるしかないです。もう半音音上上ががマイナーーにに全メジャーに 全音と半音でマイナー3全音2つでメジャー3みたいにで4になるとパーフェクト4に変わってパーフェクト5フラット5シャープ4フラット5シャープ4なんか日本語と英語がちょっと混じって混じっちゃいますけどはいでこの距離これはあのルートの C から見た距離なのでじゃあ次ルートを例えば E にした場合 この F の音はマイナー2度になるし F シャープの音は全音なのでここでメジャー2になります。これがやっぱややこしいというか難しいところでもあるんですけどちょっと E から考えてみますか。E から見ると例えばさっきやった E から見た G の3っていうのは半音と全音これはマイナー3の関係ですね。 マイナーでこの黒権の f シャープがメジャー2っていう風にこの基準のルートの場所が変わるとこっから見た距離でまた考えます。なので c から見る距離をとりあえず一旦覚えた上でいろんな場所をルートにしてじゃあ g ルートのメジャー7ってどこだろうって考えたり g ルートのメジャー7は f シャープです。 これはあの自分でまあ鍵盤のイラスト図とか実際にキーボード持ってる人とかはそれを確認しながら考えてみるのがおすすめです。僕が個人的にこの音程を昔勉強してた時によくやってた考え方なんですけど、えっと、まずこの C を基準にしたこの発見の部分だけの音程を考えるとメジャー2メジャー3で P4P5 メジャー6メジャー7じゃないですか。 なのでこの発見のとこ C から見た発見だけを考えると全部メジャーなんですよねこの、まあ、P はちょっと別としてでこのメジャー2とメジャー3っていうのは全音もしくは全全で半音が一つも入ってないですこれが全2と,とメジャー2とメジャー3でこの3から4ドレミファこのミからファこの3から4だけ半音が一つ 仕方方ななく入っちゃうみたたいな考えししてましたこの3から4は半音がどうしても入っちゃうけどこの先の、えっと、67っていうのは全部全ですなので例えばメジャー7っていう音程は半音が1つだけで残り全部全音これがメジャー7メジャー6っていうのも半音1つだけで残りは全部全音 ってていう,ふうに考えてましたねで。こうやって考えるとじゃあ例えば A がルートになった時のメジャー6あ A がルートになった時のえっ、ー、とじゃあ F の音は何度の距離何度だって考えた時にまず B と C で半音 E と F で半音で半音2つ入ってますよね。でこの順番1 2 3 4 5 6は6だけど半音2つあるからあこれマイナー6だっていう風に考えてました A がルートの時の G の音はこれも一緒ですね数字的には7なんだけど半音が2つ入ってるからマイナー7メジャー7にしたい場合はさらに半音プラスしてここの G シャープこれがメジャー7 ってていう,ふうに考えてましたあの半音が何個入ってるかっていうことですね。それをもとに例えば B フラットがルートの時のメジャーさんってどこだろうって考えたらメジャーさんっていうのは全音が2つなので全この C が全音1つでさらに全音で D のと。っていう感じマイナーン度はって言われたら全と半。 だからこここフラット、まあこの半音がいくつ入ってるかっていうのがポイントですね。であとは、えっと、さっき言い忘れましたけどメジャー7っていうのは1オクターブ上のルートの半音下でもあるので、まあ、そういう覚え方っていうか見方も大事です。1オクターブ上のルートから見て半音下だからメジャー7。 全音下だからマイナー7っていう考え方も大事ですそれで考えるとじゃあ E フラットがルートの時のマイナー7度はどれだって言われた時にこの黒鍵スタートだとちょっとややこしいですよねこれで数えるのややこしいのでマイナー7ってことは半音下はメジャー7全音下はマイナー7だから D フラットこいつがマイナー7度です。E フラットから見た D フラットかマイナー7度っていう感じでもうひたすらいろんなとこをルートにしてでそこからの距離で何度だって考えることを何回も繰り返してるとすすぐににかるようになりますちなみにこれは余談なんですけどあの音程っていう言葉を聞くとよくあのイメージするのがカラオケとか行って音程外しちゃったみたいな使い方するじゃないですか。そのの音程ってていうははは実は言葉としては ちょっっと違っていて、い音程というのはさっき言ったある音からある音への距離のことを言います英語でインターバルでよくカラオケで音程外しちゃったみたいな言い方するけどあれは英語で言うとピッチピッチが外れたっていうことで日本語で言うと音高ですね音の高さ音高別に指摘するようなことではないんですけどあの本来の音程とは ニュアンスが若干違うのであのそこは間違えないでください音程というのはある音からある音この2つの音を比べた時のその距離のことを言いますはいではここからはコード理論の話をしていこうと思いますでコードを作る仕組みなんですけどまずこのルート基準になるルートの音があります一つ今は C でやりますねでこの C のルートの上で さっっきやった12種類の音たちがあるんですけどこれらの中から選別して音を重ねていくとコードになりますでコードを作る時のルールとしてはこのルートに対してこの2の音を飛ばして次3の音を重ねますで次4の音4の音をまあこれはちょっと違うな4の音を飛ばして5の音で6の音を飛ばして7の音っていう風に 1> 1ってていいう風に音を重ねていきますこれはあの実際弾いてみると分かるんですけど例えば1234って音をジャーンって鳴らしてもめちゃくちゃあの濁って気持ち悪く聞こえます。でこの一個言ばしで1357って鳴らすと、まあ、きれいにハーモニーが生まれるっていうのが由来というか、まあ、そういうものですね。 で、コードを作る時は1357っていう風に重ねるんですけどここで問題になるのが3って2種類ありますよねマイナー3とメジャー3で5もパーフェクト5とフラット5で7もメジャー7とマイナー7なのでこの音をどうやって組み合わせるかでコードが変わってきますでまず一番大事なのがこの3の音 ルートに対して3の音をメジャー3度の音を選んで弾くとコード自体がメジャーになりますでマイナー3の音を選ぶとコード自体がマイナーになりますなのでこの3度の音っていうのはコードをメジャーかマイナーか決めるもうすごく重要な音ですで5度っていうのはちょっと今はあんまり詳しく解説はしないんですけど えーとパーフェクト5度がメインになっててたまにフラット5の変形した音が出てきます。で次7度メジャー7とマイナー7この2種類もありますよね。でさっき言った3度がメジャー3度コードがメジャーになった上でさらに7度もメジャー7度の音を鳴らすとメジャー 7th っていうコードになって3度がメジャー3だったけど7度がマイナー7度。 を弾くとドミナンントセブンスになってマイナー3度とマイナー7度でマイナーセブスっていうコードになってマイナー3度とマイナーセブンスとさらに5度がフラット5するとマイナー7フラット5になります。ということであのコードの構成音一覧表がこちらです。こちらですって言ってまだ書いてなかったのでもう一回あの言いながら書いていきますね。メジャーセブンス、えーっと メジャーセブンスの構成音はルートとメジャー3とパーフェクト5まああのパーフェクトって省いても普通に5って書いちゃいますけど自分はよく今は P5 ってちゃんとあの正しく書きますねで次ドミナントセブンスの構成音はルートメジャー 3P5 でマイナー7 で、m7 が、ルート、m3、p5、m7。で、m7、フラットファイ5が、ルート、m3、flat5、m7。これがコードの構成音です。これはもう、絶対に覚えてください。暗記してください。まあ、重要、まあ、重要というか、メジャー7は、 3と7メジャーマイナーセブンは3と7マイナーこのドミナントセブンスだけ3がメジャーだけど7度がマイナーっていう覚え方がいいですねでまあフラット5は名前の通りなんではいこれがコードの構成音というやつですでもう前から何回か言ってるんですけどコード表記って左側と右側に分かれますよね例えば C メジャーセブンとか E7 と,とか、これがえっ、ー、と左側と右側に分かれるこれの意味が、まあ、こういうことです C をルートにした時のメジャー3と5とメジャー7を鳴らしてくださいねっていうことですこれは E がルートの時の E から見た メジャー3と5とマイナー7の音を鳴らしてくださいね。これは A がルート A を基準にしたマイナー3とフラット5とマイナー7度の音を鳴らしてください。そうするとこういうコードになります。っていうことです。はい最初のギターの指板図に戻ってきました。でさっき鍵盤を使ってルートから の音程度数をバーって書いていったんですけどもちろんギターの指板でも書くことができてえっと6弦のルートここがもし8フレットだったら C の音ですねここから基準に隣の音がマイナー2度メジャー2度マイナー3度メジャー3度みたいにでこのギターの特徴なんですけどメジャー3っていうのはここにも同じ音があります 6弦のここと5弦のここは同じ音です。まあ、これはギターの特徴ですね。p 4シャープ4フラット5でここが p 5マイナー6メジャー6みたいに、あのー、この6弦、まあ、今はここを基準にしてますけど1つの基準からこの辺一体の音全てにちゃんと度数があるのでできれば。 これもあのなるべく早いうちに覚えたいことではあります、まあ、難しいことなのでまだ優先順位的には今はまだ覚えなくてもいいんですけどでちょっともうちょっと書いてみますねルートがここにもあるしメジャー7がここにあります、まあ、ちょっとここマイナー2マイメジャー2マイナー3みたいにありますでこのコードさっき覚えたコードの構成音っていうのは ルーーートとメジャー3と5とメメジジャャだからこいつとこいつとこいつとこいつここの場所を押さえればなんとかメジャー7になるっていう感じですね。なのでこの押さえ方になった理由はこのルートに対してこの弾きたい音たちがここにあるからです。でここで一つ考えられるのがメジャー3ってここにもありますよね。 メジャー7ってここにもありますよね。だったらこの4つ弾けば C メジャー7になるのかってことなんですけどなりますその通りですねこうやって弾いてももちろん OK ですここに5度の音あるからこいつとこいつとこいつとこいつこれでも C メジャー7このルート357こうやって弾いても c ブ7 7 3 5ルートこれでも c ブ7ですでこの重ね方ですよね1375とか1573とか1357この重ね順を変えることを、まあ、重ね順のことをボイシングって言いますどうやって音を重ねるかのことをボイシングって言うんですけどこのボイシングは いいっぱいあります今回は一番オーソドックスな押さえ方としてこの1735の押さえ方を紹介してるんですけど実はこのコード自体のボイシングは無数にあるのでそれも覚えておいてください。であとは例えば c メジャブ7この8フレットのルートに対してこういう形で c メジャブ7を弾いたとしてで a メジャブ7を弾こうとした時はこの6弦のルートを5フレットに。 平行移動して同じ形を弾けば A メジャーセブンが弾けます。これはギターの特徴であるフレット一フレット隣まがの半音で綺麗に並んでるから同じ形で平行移動ができます。ただこの C から見たこの三五七の音名とか A から見た三五七の音名をピアノの鍵盤で考えたりとかあと五線譜に書くときにちょっと注意が必要なので。 その話をしますえー、っとはい例えば Cm7 でこうやって音符が書けますよね。で、えー、っと a ブ7を5線譜に書こうとした時にじゃあ A からスタートしてこうやって重ねるだけで a ブ7になるかというとこれはならないです。 なぜかというと A のルートから見て3度がメジャー3になってないからなんですけどちょっとこの鍵盤使いますね A の音がここにありますでこの今書いた5線譜に書いたこれをそのまま鍵盤に書くとこうなってますねラドミソでもうこの知識でさっきやった知識でわかる ですけど、A から見た C っていうのは全音と半音でマイナーサンドですなのでこのままだと Am になるので a メジャーセブ7を弾きたいのであればここですね c シャープ。ここがメジャーサンドですなので五線譜もドにシャープが必要で次 E の音 A から見た E の音は 半音が1つで全然全 12345A から見た E っていうのはパーフェクトコードですなのでこのままで OK で次 A から見た G の音 A から見た G の音これはちょっと楽に1オクターブ上の A から考えると半音下の G シャープこいつがメジャー 7G が マイナー7です。なのでこのままじゃダメですよね。A メジャー7を弾きたいので A メジャー7っていうのはメジャー3と5とメジャー7ですなので G もシャープが必要これでやっと A メジャー7の完成ですっていう風に5,000歩に書くとシャープが必要だったりフラットを書いたりとかっていうことがあるので あのそこは気をつけてください。気をつけるというか。五線譜で書くときは、いつもあの鍵盤だったり、ギターだったり。まあ、自分の得意な楽器で、音程を意識しながら書くことが必要です。もう一つ、ちょっと例をやってみると。じゃあ、E フラットマイナーセブンにしますね。E フラットマイナーセブンを五線譜で書く。ピアノの鍵盤で弾くっていうときは、まず E フラットなので。 ルートが E フラットだからミのフラットですよね。で鍵盤で言うとじゃあここです。ここの E フラットをルートにしてでマイナー7の構成音はマイナー3と5とマイナー7なのでこの音の場所を探します。E フラットから見てすぐ横あのマイナー2メジャー2ここマイナー3ですね。こいつです。 えっと D フラット。あ、違う違う G フラット。で次5度。5度の音はここです。B フラット。これ5度。あの完全5度。パーフェクト5度。ここがマイナー3。であとはマイナー7度。マイナー7度の音は一オクターブ上から考えると半音下がメジャー7。 全音したがこれちょっと異名同音でッ b にしますね。ッ b の音が m7 はいなので Ebm7 は Eb と Gb と Bb とえっと Db です全部フラットこれで Ebm7 の完成 なのでギターだとそのマイナー7の形だけ覚えて平行移動させれば弾けるんですけど実際の音名を書くと結構難しいですよねこういうことになってますこの音程とコード理論コードの構成音の知識があればピアノを弾いたことない人でも自分で音を探してコードを弾くことができますよねあの自分も DTM で鍵盤弾くんですけど ピアノも一回も習ったことないし、教則本とかコード一覧表みたいなコード表とかも見たことはないんですけど、あのこの知識を使って自分でコードを弾いてます。はい、今日は音程とコード理論について解説しましたが、いかがだったでしょうか、えっと、もしこの動画を見て音楽理論面白いなとか、音楽理論に興味を持った方は、ぜひこの先にダイアトニックコードというものがあって、そのダイアトニックコードを理解すると、 本当に音楽の世界が広がるのでぜひあの興味持った方は勉強してみてください。で数年前にダイアトニックコードの解説をする生放送をやっていてでその動画が今でもすごく人気でよく再生されてるのであの下の概要欄にリンク貼っておくのでぜひそちらもご覧ください。あと今回もこの動画内のことでわからないこととか質問等あれば下のコメント欄にコメントをお願いします。で次回は、 今日やった知識を使ってちょっと違う押さえ方のコードの押さえ方とかあと6コードとディミニッシュコードについてもやろうかなと思ってます。えー、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォロー、メンバーシップの登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。